こんにちは、サラです。本日の動画はしばらくお話しできていなかった私の恋愛事情についてお話ししていこうと思います。この動画を撮影しようと思ったきっかけがあるんですけど、以前彼との動画を結構出していたりしたんですけど、最近ここ1年以上もう出ていないかと思います。で、そのことについて質問をいただくこともあったり、恋愛事情についても聞きたいというご意見もありましたので、お話ししていこうと思うんですけど、ただ画面に向かってこうお話しするのもちょっと私が緊張してしまうので、メイクをしていきながら皆さんにお話ししていこうと思います。それでは早速なんですけど、今恋人がいるかどうかというお話からしていきたいと思うんですけど、今はいません。あれ?と思った方多いと思うんですけど、ちょっと詳しくお話ししていきます。まず以前動画に登場してくれていた彼とはお別れしている状態です。一昨年にいろいろありまして、それからちょっとゴタゴタしていき、今はもうお付き合いをしていないという状況です。じゃあ今恋しているのかどうかということなんですけど、今は好きな人もいません。彼氏もいません。なので、ただ私今現在24歳で、周りもね結婚出産増えてきているんですけど、実際私もね結婚願望めちゃくちゃあって、彼も欲しいですし、ただ正直なんか一人の時間もめちゃくちゃ楽しんでしまってるっていうところもあって、まあいい方がいればなっていう感じです。最近はもうね、この年になると本当に異性との出会いって本当に少なくなってきてしまうので、自分から出会いの場に積極的に行ったりとかしているんですけど、なかなかうまくいきませんねというお話です。そして私、脱毛症っていう病気があるので、普段ウィッグをつけて生活しているので、その部分どうしてますかっていう結構疑問に思われる方多いと思います。私は最初で言っちゃいます。こういう事情でウィッグをかぶっていますとか、私の SNS を見てもらったりして最初で伝えてます。これなんでかっていうと、まあある意味自分を守るためっていうか、もしその方とすごくいい感じになって、じゃあ恋人関係になりますってなった時に、その時に伝えるのって結構なんて言うんだろう、私の中ではリスクが高いと思っていて、お付き合いする前にもう最初から伝えておくとすごい楽だし、その時点で相手が、あ、ちょっと嫌だなって思うと、なんだろう、相手も離れやすいっていうか、連絡取らなければいいだけの話なので、最初に伝えてるようにしてます。で、お付き合いした時に伝えて、やっぱりは無理だって思っちゃうと、なんだろう、もう私も相手も好きになってしまってるから両方辛いと思うんですよ。なので私は結構最初でバッと言っちゃいます。直接伝えるんじゃなくて LINE で伝えるようにしてます。結構ねドキドキするんだけど、今のところその時点ではやっぱり無理ですってなった方は一人もいないので、結構皆さん理解してくれる方多いんじゃないかなと思ってます。まあ、最近はね、SNS で結構脱毛症のことを取り上げてる女性の方多くいらっしゃるので、それプラス脱毛症についてどんどん、なんて言うんだろう、こういう病気があるんだって理解してる方が多くなってきた感じがします。だからなのかなっていうのもあるんですけど、私はなんか、なんだろう、周りと変わらず、こう恋愛できることがすごく嬉しく思ってます。皆さんどっち派ですか?先に言っちゃう?それとも、後から言っちゃう。まあ脱毛症になる時期もあると思うんですけど、私はまだラッキーなことに病気が嫌っていう方には一人も出会ってないので、いいですよね。なんか素敵な世の中だなってすごい思ってます。っていうのが私の最近の恋愛の事情なんですけど、やっぱりね、過去に彼をね、動画に出てもらってたってこともあるので、皆さんにはちゃんとお伝えしておきたいなと思って、今回はこういった感じで撮影してみました。そして、皆さんにちょっと相談したいことというか、があるんですけど、今年2024年に入ってから、YouTube である程度私の目標というものを決めたくって、私なりにいろいろ考えてみました。で、私なりの目標っていうか、なんだろう、心に決めたことがあって、私が目指すものって、いわゆるインフルエンサー、っていう感じではなくって、必要な方に必要な情報を届けるっていうのを私は望んでることなので、今までは結構ウィッグ紹介だったりとか髪の毛の状態だったりを動画で出していたんですけど、
プラス要素で他にも動画を出したいなと思っていて、そこで考えたのがファッションの分野にちょっと力を入れていこうかなと思いまして、それもファッションっていうのはどういうファッションかっていうと、私はモデルでもなんでもなくって、体型もおっちゃりですし細くはないんですけど、なんて言うんだろう、私がモデルになるというよりかは、結構ファッションによってウィッグをね変えたりとか、髪色、いろんなヘアカラーのウィッグを使用したりするんですけど、その点をちょっと力入れていきたくて、例えばなんですけどルックブックみたいな感じで、まあぽっちゃりっていうのもありますし、プラス要素でウィッグもこのファッションの一つとして組み合わせて動画にするみたいな感じで出していこうと思ってるんですけど、どうでしょうか皆さん。で、逆に皆さんもこういった動画見てみたいとかあったら教えてほしいです。もちろんね、ウィッグ紹介だったり、あの髪の毛の状態っていうのももちろん動画出していくんですけど、もうちょっと動画のなんていうの、ジャンル、コンテンツが欲しいなと思ってるので、もしよろしければこういったものが見たいとかあったら教えていただけるとすごくすごく助かります。はい、こんな感じでちょうど私のお化粧も終わりました。まあ眉毛マスカラはまだなんですけど、今回の動画はメイクが中心ではないので、この辺で終わりにしたいと思います。なんかすごく短い動画になっちゃったかもしんないという感じで、本日も最後まで見てくれてありがとうございました。じゃあねー。